B リーガーたちのさまざまな魅力を徹底リサーチ。上國料萌えの B リーガーファイル。今回のテーマは調子の良し悪しです。話してくれるのは下井でかなプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブレない投球フォームと明るいキャラクターが魅力の下井でプロ。下井さんが自分で調子がいいと感じるのはどんな時ですか？自分でスピード落としたいなって思ったことが容易にできたりとか、しっかり回転かけようっていうのが簡単にできたりとか、はい、自分の思った通りにやりたいことがすぐにできる時は、あ、調子いいなっていうふうに感じますね。はい、なるほど。それ逆に悪いと感じるのは何の時ですか？タイミングが合わなくて、全然自分で回転をかけてる感じがない時、気がついたらボールが手から離れてるなっていう時とかもやっぱりあるので、そういう時はすごい調子が悪いなっていう風に感じるんですけど、調子がいいとか、なんでだからスコアが出るっていうわけでもなくて、調子がすごい悪いからスコアにならないっていうわけでもないんですよ。すごい調子がいいゆえに、あれもやってみよう、これもやってみようで結果良くなかったりとか、逆に調子が悪い時ってもうそれしかできないから、これでアジャストしていこう、合わせていこうっていうのがストライクになったりとかするので、調子がいいからスコアになるってイコールにならないっていうのも、ボウリングの面白さではあるのかなと思ってます。調子の良し悪しは投げてみればすぐに分かります。Bリーグ DVD ボリューム18、夢のドラフト会議2023。今年は歴代優勝者と次世代新人でドリームチームを結成。特典映像はスマホでプライベート。 DVD ボリューム18絶賛発売中。 Bリーグプラス会員募集中。 Bリーガーの素顔がわかる会員限定動画を毎週配信中。選手のサインボールや手作り消しゴムハンコなどプレゼント企画が盛りだくさん。詳しくは Bリーグ